1分内ミステリー、この魔術師見習いが全てのミステリーを解決しますよ。ほう、最近ご家族の様子がおかしいと。デザートに出てきたサクランボをほぼ無意識のように端に寄せたり、スイカが並んでるのを見てなぜか険しい顔をしたり、気づいたら特定の歌を口ずさんでることが増えたんですね。謎は全て解けました。ただ気持ちはわかるというか、根本解決として充電しないっていうのがあると思うんですけど、あまりにも厳しいというか。みんなはこの謎が解けたかな？初心者に勧めるなら A 型の場合、やっぱりおすすめするならルールがシンプルでスタンダードなシナリオですかね。ザ・まだミスなシナリオ。 B 型の場合、最近自分がめちゃくちゃ面白いって思ったやつ回したい、自分が好きなシナリオ。 O 型の場合、やってみたいシナリオが一番です。何か興味ありますか？プレイヤーに合わせる。 AB 型の場合、インパクト重視、心に爪痕残していきましょう。びっくりドッキリシナリオ。ロールプレイあるある。マダミスといえばロールプレイも醍醐味の一つ。今回は気合い入れて役作りしてっちゃうぞ。なるほど、一人称は私、執事なんですね。落ち着いた感じでしっかり議論していきたいところ。ゲーム開始。私にお任せください。30分後。何もわからん。ちょ、なんでそんなに疑うの。あ、その持ち物ちょうだい。プレイヤー集めの違い。初心者の場合、7人ですか？そんなマダミス興味ある知り合い集められるかな。少人数なら遊べるんですが。中級者の場合、定番のメンバーができてきたので、エモいシナリオなら佐藤さん呼びたいですね。推理重視なら鈴木さんかな。上級者の場合、定番のメンバーもいいけどノラもどんと来い。そういえば今度100人でやるマダミスあるから参加しようかな。ご存知ですか？最近ハンバーグが熱いんですよ。はあ。大人気アニメ化作品で、ファンタジーなのにハンバーグっていう名前の料理が出てくるのはおかしいんじゃないかって。確かにハンバーグの由来は地名だから、どういうことなんだろうって感じはするな。でも分かりやすさを重視したんじゃないか。さすが探偵さん、分かってますね。厳密には違うけど分かりやすいからそうするってこと、マーダーミステリーでもよくありますよね。例えば死亡推定時刻。さてはマダミスの話したいだけだな。死亡推定時刻は遺体の状況から見て大体20時から23時の間なんて情報が出てきたりしますが、実際にはそんなにすぐピンポイントでわからないんですよね。うん、亡くなってから半日経ってるとかざっくりしたことはわかるみたいだけどね。死後硬直や死斑の状態なんかをいろいろ総合的に見るんだけど、部屋の温度で変わったり個体差もあって難しいんだとか。まあマダミスはゲームだから突っ込むだけ野暮というもの。楽しむためには割り切りも必要ですよね。というか話してたらハンバーグ冷めたんだけど。作品購入の違い。初心者の場合、マダミスってこのシナリオだけ買えば遊べるんですか？ルールブックを別で買う必要は。中級者の場合、遊んで楽しかったんで回そうと思ってブースで即購入しました。上級者の場合、とりあえず出たから買うみたいなところありますよね。年間でいくら使ったかですか？覚えてないし気にしないことにしてます。マダミス初心者さんにおすすめのシナリオ傾向5選。1、人数は 4,5 人程度のもの。程よく一人一人が話せて犯人も辛すぎません。2、時間は 2,3 時間程度で、慣れていない人には3時間以上は長い。3、舞台設定は現実世界。ファンタジーは固有の定義が経験者でも難しいですね。4、GM レスでも回せるくらいのシンプルなルール。特殊な処理のあるものは慣れてきてからがおすすめ。5、調査、議論、投票のよくある構成。公式がないゲームではありますが、よくある構成を抑えてこそイレギュラーだった時の楽しさがわかるというもの。そういう意味ではマダミス初期の作品から最近の作品をリリース順に体験していくとより楽しめるのかも。配信でいろいろなご意見を紹介しているので、興味があったら関連動画から見てみてくださいね。マダミス配信者の理想と現実。大好きなマーダーミステリー、たくさんの人とこの楽しさを分かち合いたい。真相が分かっちゃうとプレイヤーとして遊べなくなるので、まだ遊んでないので見れないです。すみません。それはそう、謎は全て解けた。見よこの華麗な推理。何も分からん。誰に投票しよう。長時間みんなで感動の物語を紡ぎましたね。ありがとう、ありがとう。お時間は腰が痛い。嘘が下手な人あるある4選。もしかして毒殺なのかな。この薬に見覚えある？ないですね。食い気味に返事。20時が犯行時刻として怪しそうだね。何をしていたかみんなで共有しよう。20時ですか？ちょっと思い出しますね。先に皆さんで話しててください。ちょっと思い出しますねの逃げ。他の人にはアリバイがあるみたい。20時に何をしていたか思い出した？あ、はい、自室で寝てました。結局具体性のないふわっとした返事。備え付けの時計がこの部屋にだけない。食べました。食べたの？開き直って突拍子もない嘘をつく。プレイヤー混乱あるある3選。なるほど、9時には被害者と会っていて。メモメモ。あ、字間違えた。その後は、あれ、もう2時間くらい進んだ話してる。メモしてて話聞けてない。
作家さんが食堂でワインを盗んでた？作家さんって誰でしたっけ？ああ、鈴木さん。鈴木さんって中の人誰でしたっけ？役職と名前が一致しない。9時に買い物に出たんですね。あれ？でもその時間は佐藤さんと会っていたはずじゃ。それは午後の9時で買い物に行ったのは午前？さっきまで午前の話してたんですか？午前と午後で混乱する。